氷川きよし自身をスカウトした第4人と2ショット。18歳の頃が昨日のことのように感じる時間でした。歌手の氷川きよしが20日までにインスタグラムを更新。自身をスカウトした第4人との2ショットを披露した。写真、氷川きよし、スタイル抜群な全身ショット弾ける笑顔も4枚。氷川が投稿したのは作曲家の水森秀夫と自身の2ショット。 写真にはにこやかな表情で並ぶ二人の姿が収められている。投稿の中で氷川は水森と食事を共にしたことを明かしつつ、1995年高校生3年生の時に NHK の勝ち抜き番組に出場し作曲家の水森秀夫先生にスカウトをしていただきました。とコメント。続けれ。 1996年に高校卒業と同時に18歳で福岡から東京に上京。3年半アルバイトをしながらレッスンをしていただき、山田清という名もない若者にプロ歌手への道を作ってくださった大音人であり歌の師匠です、と綴った。さらに氷川は水森について、氷川清のデビュー曲の箱根八里の半次郎から大い追っかけ音次郎、 清のズンドコぶし、星空の秋子、白雲の城その他、たくさんの作品を作っていただき今があります。と振り返り、18歳の頃が昨日のことのように感じる時間でした。と綴っている。氷川清、氷川清、ヒカ1977年9月6日生まれ。福岡県出身。 2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶし。 で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール帳×ひかわきよし企画としてシングル、限界突破×サバイバーをリリースし、新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。